はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、最大 40% 還元、イオンカードのキャンペーンと D 払いの組み合わせがお得すぎるということで、今回はですね、少し話題になっているイオンカードのキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。それでは早速概要からですね、新規ご入会限定カード利用代金最大 20% キャッシュバックということで、いやこれすごいですよね。で、今回のこのキャッシュバックの条件っていうのがいくつかパターンがありまして、まず1、イオンカードに新規入会の方、もしくはイオンウォレットにキャンペーンに応募して、これだけでも期間中 10% のキャッシュバックなんですが、この中に引き落とし口座をイオン銀行口座に設定している場合はさらに 10% プラスされて、最大 20% がキャッシュバックされる仕組みになっています。で、実施期間なんですが、入会期間が7月の1日から9月の30日までとなってます。で、あと利用期間というのが結構ですね、短期なんですけども、7月の25から7月の31、あとは8月の25から8月の31、そして9月の24から9月の30日までとなってます。この3パターンなので、まあ、ここは気をつけてください。そして対象カードは全てのイオンマークのカードということで、デビットカード JQ スゴカ、JMB JQ スゴカなどとなっています。キャッシュバックについてですが、ここにも記載がある通り、上限金額は合計10万円で、対象カードの引き落とし口座に2019年の11月下旬頃にお振り込みがあるようになってます。で、1回のお支払いごとの上限金額は1万円ということですので、これはこれで結構えげつないですね。そしてお題にもあった 40% 還元ということをお伝えしましたが、今回は D 払いが 20% 還元を実施中なので、これにイオンカードを D 払いのアプリにセットすることで、実質最大 40% が還元されることになるんですよね。もちろん D 払いは D ポイント、イオンカードは口座に現金として戻ってきます。そして気をつけてほしいのは期間ですね。現在 D 払いは7月いっぱい実施中ですが、イオンカードは7月の25からスタートするので、一番いいのは7月の25から7月31の間に使うことが一番いいと思います。ちなみにこの内容に関しては、僕の方でイオンカード側に電話で問い合わせをして確認済みです。一応イオンカードとしたら、請求が D 払いとして上がってくるなら問題ないんですけども、携帯電話料金のドコモとして請求が上がってきた場合は対象外となるというご回答をいただきました。なので、ドコモユーザーの方は一度ドコモやイオンカードにも問い合わせして確認するのもいいかもしれません。対象外に関連して次ですね、今回気をつけてほしいことがありまして、お買い物する上でキャッシュバックの対象外となるものが携帯電話料金にもあるということですね。見てもらったら分かるように、個人間取引が含まれるメルカリ、ラクマなどはダメみたいですね。あとは交通系電子マネーのスイカや電子マネーのワンオン、そしてプリペイドカードのキャッシュやバンドルカードはできないということと、あとはアマゾンギフト券もダメみたいですね。残りあとは公共料金のガスや電気水道も対象外となってますので、お気をつけください。ということで、今回はイオンカードの 20% 還元、そしてドコモの D 払いを組み合わせることで実質 40% 還元も可能ということでお伝えをしました。もしですね、検討されている方がいましたら、下の概要欄に今回のキャンペーンのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。